今日の、ヨリヨガのテーマいきましょう。今日のヨリヨガのテーマは、ハトのポーズですね。片足の、ハトのポーズ、エカパダラージャカポターサナやっていこうと思います。わー、こんなやつですね。なんかすごいヨガっぽいやつですね。これをちょっとチャレンジしていこうかなと思うんですけど、ヨガっぽいすごい憧れのポーズの代表かなって思ったりするんですけどね。めちゃ難しいポーズです。すごい難しいポーズ。だから、なかなかね、こう、うまくできないっていう人も多いと思いますし、あとは、なんか自分としてはやってるつもりなんだけど、このポーズがいまいちこう合ってるのか、効果ができてる、そのポーズの効果がね、ちゃんと得られてるかどうかっていうところね、迷ってしまうっていう方も多いと思いますので、今日は一個一個ちょっと怪我しないようにっていうのを私いつもね、ヨガの中で大切にしているテーマなので、怪我しないように、そして丁寧に一個一個、ハトのポーズを解説していきたいなと思っています。で、ハトのポーズの、まあ、効果ですね。この練習をするとどんないいことが起きるかっていうと、まずはハトのポーズって、ヨガのポーズの中でもね、こう独特の足なんですよね。こう前膝曲げて、そして後ろ足は、バックベンドのようにこう反っていますので、ちょっと独特の、土台になっています。で、特にこの前足側のお尻ですね。あ、こっちから見た方がいいか。こう入った時の、こっちのお尻のストレッチ効果が高いです。例えば、デスクワークの人とか、今だとテレワークの人とか、座り仕事長い人なんかは、お尻が結構固まりやすいので、お尻のストレッチ効果が高いですね。そして、ハトのポーズなので、こう胸をね、すごく広げていくっていう効果もあって、気持ちを解放し、こう、なんていうのかな。すがすがしい気持ちにしてくれるポーズなんです。ちゃんとやるとね。たださっきもお話ししたように結構難しいので、今日は3つのポイント、を意識しながら練習していきたいなと思っています。で、ハトのポーズを安全に練習していくためのポイントですね。まず1つ目のポイントです。1つ目のポイントとしては、基本ハトのポーズってバックベンドなんですよ。後屈のポーズなので、よくやっちゃう、違くなってるポーズとしては、曲げてる方の膝がこう横向いて、骨盤横向いてこうなってる人とかいるんだけど、なんか脇腹のポーズみたいな感じになってて、この後ろ足の鼠径部が横に開いちゃってるバージョンですね。これは、バックベンドの足じゃなくて左右開脚になっちゃってるわけ。骨盤が横向いてこうなってる。だけってことね。で、ハトのポーズってバックベンドなので、前の膝は横に開きつつ、後ろ足の側けば床向けたいんですよ。そしてこう足が上がってきて、体は前向けていくので、後ろ足の側け部はこの床向きなので、ね、下向きにしていきたいです。だからこの骨盤の向きが、こうやって横向かないように、ちょっと今日はね、こっちを向けられるように少しポイントを絞っていきたいと思います。そのためには、後ろ足の鼠径部を開いていくっていう、ちょっとね、難しいんですけど、動きが必要になってきます。そして、ポイント二つ目です。さっきも言いました、お尻のストレッチなので、前の膝は、おへその前、こうじゃなくて、こっちなんです。ちょっと横にしたいのね。そうすることによってお尻のストレッチがかかってきます。これだとね、あんまりお尻のストレッチかかんないので、こういうふうにね、横に開いていきたいと思いますね。そして最後、三つ目です。このハトのポーズが胸を開きたいんですけれども、ハトのポーズに入った時に、こう胸を開いていく時に、よくやっちゃうのが、顎、空の方に引き上げて、首の後ろシワシワ入れながら、なんか自分はアーチしてるみたいな気持ちになっちゃう人いるんですけど、人間の体の構造上、顎を引いた方が胸って引き上がるんですね。顎を前に突き出すと胸って落ちます。だから顎を少し引いて、胸を上向きにしていきたい。そして胸を開いていきたいっていう動きになってきますので、この顎の使い方と胸がちゃんとこう上向きになってるかどうかっていうところを狙って、やっていきましょう。もう一回復習します。三つのポイント。まずは、後ろ足の鼠径部開く。二つ目は、お尻のストレッチ。三つ目は、胸を上向きに開いていく。これをちょっと意識しながらね、練習していきましょう。
まるちゃんさん、足を肘にかけた時点で上半身まっすぐ伸ばせません。きついよね。うん。胸開くのも苦痛です。体斜めでした。手もかなり離れててポーズ取れず。まずはこれ。これね、ちゃんとお尻乗っけて、まず高さを出し上げてください。ここで下にバーンって下がると、もうそれだけでもすごくハードルが高いポーズになっちゃうから、少しお尻の高さを足してあげると少しやりやすいかも。で、まずはここ。まずはここでいいし、いけそうだったら捉えて、ここでも全然同じ効果ですので、ステップをね、踏んで、フルポーズにこだわらずに、ちゃんとね、自分らしいステップで、ハトのポーズの恩恵を受けていきましょう。あーちゃんさん、一気に汗吹き出ましたね。私も熱くなっちゃった。左右差あるみたいです。曲げた足側は、体重は台の方に乗せてしまいますか？曲げた足側は、ブランケットとかクッションのように座るけど、でも腰は同じ高さにしたいです。骨盤同じ高さにしたい。なので、ちょっとね、これで上半身を起きると大変なんですけど、なんでこの右のお尻の下にブランケットを入れるかっていうと、右のっていうか前の膝の方にブランケットを入れるかっていうと、こっちの鼠径部をちょっとこうね、下に、回避させるような、効果もあるんですよ。でもだからって言ってこっちに骨盤が倒れちゃうわけじゃなくて、両方とも、ね、腰骨は高さ揃えたいです。だからハトのポーズ来たら両方の腰左右同じ高さで、できるだけこの両方の腰骨をつないだラインがマットと同じ、マットの前のラインと平行ってやっていくと、骨盤のポジションがちゃんと正面向いてくると思います。こうじゃないってことね。こういう風に使っていきたいので、そのためにブランケットとかクッションを今日は使っていきました。はい、ちょっとね、実際にお会いしてないので何とも言えないんだけど、これも絶対左右差があるから、左右差があったとしたらそのブランケットとかクッションの高さで調整してあげて、でも目標は一緒、腰は同じ高さ、そして左右にねじれず真正面っていうのを目指してみてください。